やるとするかい。さあ、この恐ろしい、恐ろしい場所に行ってみようじゃないか。これ なんで、これ何なの、これは。ほう。そう、完全これ未知の領域だからな。あいつは5個。あ、なるほど。強さは5あるんだ。大きいおにぎり。あ、また色変わってるね。アナグラマムル。ほ ?2 個拾った。もっと変身できる。ほう。ほう。これはもしかしたらそういう系なのか。これそういう系なんだな。これ多分モンスターに変身してやる感じか。3ポイント、これどうやって戻るの？これ戻れんの？あ、なるほど。あの、チョコボのシゲルダンジョン2のあれと一緒だろ。あの、くるくるだっけ？あれと一緒だ。なんかモンスターに変身していくみたいな。そういう感じだな。なるほど。じゃあ、それまたこう完全に新しいパターンじゃん。完全に新しいパターンで、その、なんつうの、モンスターの能力値を把握してないと、なんか多分これ無理だろ。あ、しかもこれ元に戻んねえんだけど。あ、なるほど。こうやって元に戻んだ。あ、じゃあこうやっても一応すぐに、あ、自分のあれで戻ることができるわけね。まあじゃあ軽く行きつつって感じだよな。したらまあトドとかあれか、トド行ってなんか盗みまくってみたいな、そういう感じもあり得るってことかな。最初はいいとして、まあ多分それぞれの特殊能力みたいな把握しておかないと、ね、多分無理だよね。多分とんでもないことなんじゃないの。これまた新しいなんかじわじわっつうかさ、なんかなんつうの、満腹度は、満腹度さっきのこれ食ったことないってあれか、増えた。それ、これは非常にまだ厄介なあれになりそうだな。とてつもなく厄介だぞ。最初はいいけどね。まあ、とりあえずいろいろ試した方がいいな。どんなやつが出てくるかわかんないけど。まあ、2回攻撃とかいるんだったら、まあ、それはそれでかなり楽っつうか、まあ、一発でいけばいいよな。強いやつだと能力コピーすればいいんじゃないのって要するに。あ、コピーっつってもあれか。まず倒さなきゃいけないからな。あ、多分まあ、そこそこ強いやつを倒して、もうありすぎだ。強え。強え。なんじゃこれ。こっち強いんじゃね、ちょっとまずいんじゃねえかこれ。ちょっとまずいかも。追っかけてくんじゃねえし。これ死んだじゃん、俺も。いきなり死んだろ。ちょ、これはミスったな。俺は死んだ。あ、これはもしや。なるほど。なるほどね。ああ。こういうパターンもあり得るんだ。発見したぞ、発見したぞ。つまりあれか、集めた方がいいんだ。じゃあ、集めておいて、そういうパターンもあり得る。なるほどね。まあ、3つに増えてんな。真ん中どれ？あ、真ん中は天守。なるほど、面白いな。じゃあ、そういう、最初にじゃああれか、まあ、厄介なやつ、あー、なるほど。じゃあ、まあ、これはいくつみたいな。あ、いなくなってる。住民たちが消え去ってる。慣れてきたら、多分これはこのぐらい取っといてみたいな。多分そういう感じでやった方がいいんだろうな。ナフィケタ強くねえな。これはこのぐらい取っといて、で、次はなんかもうこれはこのぐらいでみたいな。で、やばくなったらこれ使ってみたいな。そういう感じなんじゃない、まあ、それでいけば、なんかまあ一応まあいけそうな感じはすっけど。まあこれ、まあ最新版がどこまであるのかそれはわかんないけど。まあその理論でいくんだったら。まあわかんないけどね。俺はまあとりあえずあの、試練はなんか恐ろしいことやってくるっていう、それを把握してるから。あれ？あ、出てこない場合もあるんだ。これちなみになんかあれ以外の武器は手に入んの？多分これ強いに行くとあれだろう。とりあえずまあ強いやつと、強いやつと弱いやつを集めておいて、でやっといてもいいんじゃないの？強いやつ、弱いやつで、まあ、ある程度の特殊能力を持ってるやつみたいな。これはここで使えみたいな。多分そういうあれがあるはず。予想としては。こいつ結構強いよな、穴蔵な。ナイフ、たぶんこいつは強くないでしょ。そんなに。わかんないけど。わな、たくさん出てしまった。マジか。やっちまったな。目薬欲しかったな。俺じゃもう行かなくてもいいかも。行く必要ないんじゃないか。じゃ一回来い。あ、よかったよかった。じゃあこれで行くわ。あれ、この曲だったっけ。あれさっきこの曲だったな。怖くねえなんか。そう、ランダムなのかな。まあ、ここら辺はまあどうにかなるとしてな。ちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃん。まあまあ、まだ序の口でしょ。まあこれからだよな、ほんとな。まあどのぐらいあるのかしらね。まあ、20回
20回、30回、また30回ぐらいあるのかな。でもあれだっけ、見つければいいのか。なんか前の、なんかあの、じいさんのやつだったら、なんか見つけたらおしまいだったもんね。見つけておしまいだったから、今回は、見つけておしまいなのか、それもわかんねえし。どうなんだろうな。つうか、アイテム自体なくね。なんかアイテムがなくね、そもそも。なんか、全然。まあ、食えばわかるか、とりあえず。あ、これ、こいつ気になるな。よし。それ、こいつ。じゃあ、今57でしょ。57で、ちょっと敵来たら、ちょっと試してみるわ。食べる。これで回復するのかどうかっていうこと。おう。あ、これ強いね。これ強いわ。あ、しかもこれ。なるほど。なるほど。これは強いぞ。なるほどね。いや、めちゃくちゃ強いじゃん。超強いじゃん、これ。え、こいつマジで強い。いや、無駄だ。お前、無駄だよ。あいつは多分純粋にあれでしょ、だって。あ、ちょっとこれミスったかな。やばい。やばいぞ、これは。へぇ、戻る。戻っ、つってもな、どうしようもねえな、これ。お。俺も遅いからダメなのか、同じか。まずこいつを倒す。あ、いいぞ。いけるか？危なかったな、危なかったね、今。とんでもなく危なかったわ。あいつはあれだな。わかった。こいつは、やってみるわ。あ、満腹度ちょっと上がってるね。俺はちょっと分かったぞ。そういうことだ。なるほど。なるほどね。これでため、これでもう使う方だじゃん。これめっちゃよくね。しかも食い放題だから、あれか、おにぎりの心配する必要ないってことか。これめっちゃよくねえか。いや、めっちゃいいじゃん。最強じゃん。ちょっとやりまくっていい、これ。え、てか、やりまくるべきでしょ。多分これ食べるべきなんじゃないの。知らねえけど。これやりまくっといて、使い物なんなくなった。どういうこと？そういうこともありえんの。おい。まだいけちゃう、まだいけちゃう。どんどんいけるもん。やばい、これ。どんどんあれじゃん、もう。かなり、なんかいろんなことあれだな、なんか。これ面白いな。まあ、とりあえず公開しとくか、じゃあ。いや、公開しとくわ。あ、じゃあ、鉄の矢とかなんかあれだよな。他のやつに変身して、それをやることもできるってことだよな。で、さらに弱らせることもできるし、どう、危ねえ。なんでもやりたい方だじゃん。43、まあ、まあ、とりあえずこんだけでいいだろ。まあ、本当にやばくなったら、なんかなつも、本当に90本ぐらい用意していく、なんかそういう算段でいけばいいだろ。で、毒草が、まあ、3つあるから、マムル。あいつの欲しいのはお化けキノコって言うのかな。で、本当にやばくなったら、敵を弱くしてみたいな。なんかいろいろなんか、広がるね。夢が広がりますね。これ最強だろ。お化け大根やべえだろ。満腹度がちょっとあれか。あれ、どうにかなんねえかな。あー、ちょっといけないね。行かなくてもいいかも。無理に行く人もねえだろ。誰かいる？まあ、無理に戦う人ないんじゃない。とりあえずこのまま行くわ。ででででん。怖えな。ラスダンって感じじゃん。あ、どうしようかな。いや、でもある程度やっぱ見といた方がいいでしょ。敵のあれは見た方がいいよな。多分今回は敵の、あれは何なの？まあ、倒せばわかるか。ガマラ何なんだろうな。盗む系かな。あれ、ガマラって盗むやつだよね、基本ね。あれ、そうだったっけ？まあ、よくわかんねえわ。で、やばくなったら肉を食っていくってか、あ、そっか、それ考えたらあれか。結構やばいよね。もしこんな、なんつうの。え、どうなんだろう。あ、ミスった。だからどんどん敵が強くなっていくからさ、だって弱いやつの肉を食うことができないじゃん。それで、なんつうの、腹減りを回復みたいな。それが、それをすることができない。あ、大きい、あ、おにぎり1個だけあるか。じゃあ、いかにじゃあ、スピード勝負もあり得るか、じゃあ。いかにじゃあ早く行くのかっていう、そういう、なんか早い攻略みたいな。それもありそうな気がする。じゃあ、とっとり行くのがいいんだな。じゃあ、もう行っちゃうか、じゃあ。なんか、アイテムなくね、マジで。アイテムないよね。レベル上げは多分そ
こまあやればいいんだろうけどみたいな。まあそのあたりじゃ。あれ誰？あピーターか。あ間違えた。ピーターも肉？あ普通に倒せばあれかな。あいつ落としてくれんのかな。これを外してさ、これ外したやつを倒すことによってあれかな、おにぎりくれんのかな。でもピーター早いから、うわこいつわからんな。ちょっとこいつ逆に なんかもらえ、なんかもらえんのかな。てててんてん、よし、あピーターに行ってもいいんじゃないの。まあいいや。おピーターがいねえな。腹減ったら、まあとりあえずあれだろ、おにぎりあるからいいとして。おい、あーでもこれ外したらいいか。まあでも外して、あーこれで倒してもいいんだ。あーなるほどね、なるほどね。普通に倒したらおにぎりか、やっぱそういうことだ。うわ言い過ぎだろ。しかも結構強えな、こいつは。お出てきた。ほうほう、来るか来るか。来ねえな、まあいいよ来なくても。もうトトリ行っちゃうか。じゃあピーターはあえて倒せばいいんだな。ちょっと危ないね。じゃあ回復はなくね。回復はね、うわマジか。あいつは何もやってこないな。これ何、だるま型入れる変化なるかな。まあとりあえずやってみればわかるか。まあ毒素使ってもいいだろうし、まあとりあえずまだいける範囲でしょ。よし、ダメか、いっぱいで持てない。こいつの能力何なんだろうな、ちょっと気になるな。雑巾をねり食って、これを食い、ちょっとこれでやってみるか。食べる。さあ。ただ切るだけ？どんぐらい強いんだろうね。そこそこには強いんじゃないかな。ちょっと殴り。一か、まあ、こいつじゃわかんねえな、ちょっとな。ちょっと試し切りしたいんだけど、ちょっとあれだね。ちょっと怖いな。そこそこ、ちょっとやめとこう。ちょっと危険な気がする。ちょっと回復して、あお前なんだかあんまりあれだな。めっちゃ外すじゃん、めっちゃ外すな。なんか微妙じゃねえか、ちょっと。あこいつあれじゃん、厄介なやつじゃん。まああいつはいいとして、あじゃあこれあれか、毒素か。ちょっとやってみるわ。おい、お完璧じゃねえか、完璧じゃないか。毒素ちょっと今あれだな、毒素は多分今使うべきじゃなかったかもしんない。まあ、とりあえず試し撃ちってことで。まあ、こいつはまあ倒しておくべきだろう。まあ、ここはちょっと怖いな。てててて。で、回復がないってのはちょっとあれだな。もう必死に俺は、必死に俺は頑張らなきゃいけないけどな。あ、受かっちまった。半ニャね。半ニャだったらもうこれも遠くからあれだな。木のあれで撃つしかねえかも。まあ、それか毒素を使うか。毒素でまあ、まあどうにかなるかもしれん。あまあこれパッていかない方がいいか。まあでもそんなの半人前言うてそこまで強くねえんだよな。どちら。ほほほ。ピーター。ピーターあれだよね。あ、普通に倒してもあれか。あ、なるほど。二つくれるんだ。これありがたいね。これめっちゃありがたいわ。どうすっかな。おにぎり食っとくかじゃあ。ピーターは多分早く動けるあれなんじゃないの。これいらなくねえじゃん。おにぎり食って、こうこうだろ。これいらんな。で、あと探せばいいだろ。あー、てかそっか。あー、そっか。進化したとしてもこれぶつければいいんだ。進化してもぶつければ、弱くなんじゃん。もう万能だな。もう別に怖くねえじゃん。投げればいいんだから。投げればいいんだから一切問題ねえじゃん。めっちゃいいじゃん。最高じゃないか。てんてんてん、おい。じゃあなんかあれだな、結構割とガンガンいけるの。こいつ普通に戦ってみるわ。満腹度が85になった。なるほど。お前そういうやつ、そういうことやってくるのか。あれ、マールポリゴンだっけ？踊る。なんかめっちゃ速いやついたよな。で、今なんかあれだろ、やばいやつが来ただろ。よーし。79か。あれもなんか、あ。ピータン肉、ピータン、あ、なるほど、ピータンにして、おにぎりをもらいつつって感じじゃん、なんか。めっちゃいい感じじゃね？
素晴らしいな。お死神か。お前はいける。あ、結構強いな。あ、強いな。ほうほう。あ、ここでやっちまった。危ねえ危ねえ危ねえ。これだろ。これこうやってやんなきゃダメだ。はあ、ちょっと回復すっか。来るか。ちょっとぶ、あ、そっか、盾とかねえもんな。そのまま素の能力で俺やんなきゃダメじゃん。それちょっと考えたらきつくねえか。今日きついよね。あ、でもナイフゲーターにして、ナイフゲーターまたゲットすることができるっていう、これやばくねえか。これこれ無限に無限増殖できんじゃん。え、超天才じゃん。え、どうしよう、あいつ普通に倒そうかな。あ、でもちょっと怖いからやめとくか。まあ、このまま行ってもいいしな。間違えた。なんでそのするんだ。あ、それあったらいいか。まあまあいいか、とりあえずは。まあとりあえず何でも取っとけばいいでしょ。ああ、でもそうか、それ考えたらちょっとやっぱ後半きつくなってくるよね。こいつあれなんじゃないの。こいつやばいやつでしょ。じゃあここでこれを使って。一旦無駄にするよ。これやばいだろ、これは。こうやって攻略していくあれなのか。って考えたら絶対後半やばいよね。100% だったらあれでしょ。100% あの肉が出てくると限らないでしょ。だったらまあ取っとでいくのがあれなんじゃない。上策なんじゃない。てかマジでアイテムなくね。アイテム本当になくねえか。一応なんかもうある程度はもう揃ったよな。何あれ、あれ店のやつ結構強いんだよね。まあ倒してもいいしって感じなんだろう。やるか。じゃあおい、こいつはまあ2回攻撃じゃねえんだよな。じゃああっち行かなきゃいけないか。あ、やっぱダメだった。だー来たから、これダメだよね。あ、なるほど。こうやってやっていかないと結構きついな。そう考えると結構きついわ。本当にやばいやつにだけやっていかなきゃダメだわ。しかもこれもう使えねえしな。怖えな。怖すぎ。で、こいつもちょっと結構強いから、まあ、こうだろ。ちょっとくれ。あ、いいぞ、いいぞ。じゃあ、ランダムなら本当もう史上もう最低限、もうあれだな、もう。そんなやつ行った方がいいんじゃん、もう。本当にアイテムないじゃん。ピーターもいねえし。だったらもう即でさ、もう序盤で揃えて、あと一個。きつくね。まずこうでしょ。まずこうで、あなた、こうして。あ、どうすっかな。とりあえず、あ、毒素やってもいいか。毒素やって、まあ、動き遅くしてみたいな感じ。そういうのもいいの。あ、これ調べてなかったな。これなんだ、入れる。何しようかな。毒素ちょっとまあ、まずこれいっか、じゃあ。見る。何も入ってません。これなんか送るやつか。ちょっとこのまま行くわ。ちょっととりあえずあの、まあ、やばくなって囲まれたら、はぁ、あ。おぉ。危ないね。これ結構俺、かなり危ないことやってんだよな。だから逆にあいつがいてくれるおかげでなんか、まあ、ガード、うまい具合にガードになってる。お前そんなめんどくせえことすんだよ。かなりめんどくせえことやりやがったな。独走で行ってもいいしな。お化け大根俺がやって、まあ、無事のメスっていう、まあ、そういう手もありえるけど。どうする？あ、でもこのままいっかじゃ。いや。こうする。あっぶな！あっぶね！まあでもちょうど。いいな、手に入ったわ。ちょっとこうやっ、ここら辺だったら来ねえんだろ、あいつも。あー、危ねえ、来やがったか。来やがった。外す場合もありえんだな。それ怖いよね。腹減ってきた。あ、こんがり出たわ。ほ。こうだな。
うん、これはありがたいわ。こうやっていこう。おにぎり。誰かのピーター投げるしかないの、これな。じゃあちょっと危なくなる。誰が来た？あいつか？店のやつか？もう一回でくんね。めんどくせえ。ああ、まあいいや。それあたりいいや。このまま階段があればいいんだが。階段あったー。なかなか恐ろしいね、これは。恐ろしい。